そこ、ああ、無理無理。よっしゃ、ってこ。お、店来ましたね。いいっすね。店の出がいいぞ。まあ、カイロハウスかな。やっぱカイロハウスが欲しい。ああ、怖い怖い。本当にね、このデビル考えてる時はマジやばいんで。うわ、よしよしよし、怖い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 。それだけは怖いのよ。それだけはダメなのよ、マジで。うん。うん。運は効かないんだな、残念ながら。ちょっと、右飯が欲しいな。ちょっと怖いが。おー、危ない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 。ちょっと怖いがって言った瞬間出てきやがった、こいつ。マジか。とんでもないやつだな。お、怒ってる。ちょっと怒ってるやつやばいな。どこだ？あいつを倒すまではこれ解くわけにいかない。どこだ？ああ、どこだこれ。ちょっと怖いな。これ元締めが死んだらやばいからな。どこだよ。死んだ。ああ、怖い怖い。2匹いる可能性もあるからね、言うてこれ。ああ、怖いよ、ほんとこれ。あっぶーい！あぶいよ、ほんとこれ。もう勘弁してくれ。もうさっさと降りたいな。店行って。ああ、来た。店に行ってさっさと降りたい。怖っ。怖い。倍速だ。あ、なんだ、ここ、ゴミみたいな店は。ちょっと、パリパリ怖いんで。こうしとこう。エーテルデビルは一応これ見えるようになるんで。身代わりもさすがにもこんだけあればいらないかな。なんかいっぱい来てるし。なんでこれいっぱい来るんだ。来すぎだろう。もういいや。戦う必要ない。朝行っちゃおう。あー、めんどくさい、あれだな。まあ、水路は、まあ、楽ではあるけどね。アストラルがいいから。アストラルがなかったら話は別だけど。これがあるからもう超楽。まあ、アストラル、まあ、一つ言うとしたら、アストラルデビルの箱が強すぎて、箱レプキンの箱が、なんか全然強くないっていうか、かわいそうな感じになっちゃってるっていうね。それはあるな。あれアスカにあったかな、ちょっと覚えてないんですけど。まあ、パコレプキンの腕輪っていうね、腕輪もあって、まあ、それ使うと、まあ、今やってるような感じの、こう、壁抜け移動ができるようになるわけなんですけど、まあ、すごいめちゃめちゃ強い腕輪なんですけど、アスカにもあったかな確か。まあ、ただね、こう、普段からこういった感じで遊んでると、ありがたみは結構薄れちゃうっていう、困った現象もありますね。うわ、また来た。もう、なんでこいつ降りた途端にいるのよ。ジャスト、ミト。えい。よし。店は、うえ、なんだこの鬼みたいなハウスは。鬼みたいな。ちょ、これやべえな、これ。怖っ。なんか怖い。大丈夫だと思うけど、なんか怖い。敵いすぎ。店来たか？あれ、店じゃないか？あれ、なんだ？いや、店じゃないな、あれは。あの、水路だな、あれは。44ポイントも跳ね返ってきてるか。強いな。結構強い。あ、デビカンここから。うおー、怖い。あっぶね、今死んだかと思った。あ、ちょっとこれ、右元にもまずいか。あ、ちょっとまずい。サンダーダンスになってるじゃん。っていうかまずいの。あれこれずっと怒り？あ、じゃないよね。よかったよかった。ちょっとまずい。怖っ。怖え、今の。ちょっと、死んだかと思った、マジで。死んだかと思った。死を覚悟した、今、一瞬。何これ。なんでこのゴミみたいな。あー、さすがにこれアイアントドだな。アイアントド案件だな。またいるしさ、こういうのは。最悪のコンボがいるからな。いや、やべ、それまずいな。これ、溶けたら、これどうなんだろう。これ、溶いたらさ、戻んのかな。あ、戻んない。あ、死んだわ、これ。あ、怖い。よかった、見栄えがあって。怖っ。
これ怖かったな、危なかったな。まあ、いらないか、力帰る。いいや、一回死のう。ああ、怖い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 。よかった、今の。よかった、今のよかった、マジで。こんなところで死ぬことなんて思わなかったわ。こんなところで、ああいう死に方をすることなんて思わなかった。基本的にジャガン系ってそんなにね、強いやつじゃないんで、こんな感じで苦しめると思わなかったな。ジャガン仮面系はね、硬い、あ、いた。硬いんですよ。硬いんだけど別に、火力は大したことないんで、そんなにね、普段のトレーニングしてた際にはそんなに厄介ではないんですけど、今みたいな感じで死ぬことはあんまなかったんですけどね。いやー、レアケースですね、自分の中でも。さっさと来いよ。あ、こいつは芝居とけばいいか、一応。一応こいつは芝居とけばいい。こいつはほんと引きこもりだからね、部屋の中は出ないからさ。それが故に部屋にこう差し掛かったやつに対して確実に杖を振ってくるっていうね。マジ厄介だ。どこだよ、ちょっと階段これ。全然階段ないじゃん。おお、なんだ、怖っ。だ、こいつら。店が出ねえなぁ、そして。店全然出なくねなんか。まぁ、こんなもんか、でも。怖いんで、死に落としめじゃない、間違えた。怖いんで、ちょっとこれは、黄金マムに装着していきましょうか。まあ、さっきも話した通り、さっきではないかもしれないけど、もともとはね、私も黄金マグルなんて持ってなかったんで、その時は普通にこう、結構ビクビクしながらね、まあ一応投資があるんでね、その辺は全然、安心感はあるわけなんですけど、まあ割とビクビクしながらプレイしてたわけなんですけど、混乱は欲しいな。まあ、それで視界が明瞭だった場合は、混乱の巻物とかで使うと、かなり、いい感じかなと思いますね。まあ、基本的に敵は無視です。まあ、戦ってもあんまり意味がないんで、戦う旨味があんまないんで、基本的に無視でいきます。階段、階段、どこ階段、あ、なんだ。どこ階段、どこ階段。邪魔だ。邪魔なやつは排除しますけど、基本的に、水亀とか落ちてんだって。なるほど。まあ、水亀、どうなんだ、水が入ってなかったら意味ないか、多分。まあ、介入度がね、促進する可能性があるんで、水ぶっかけられると。いや、可能性っていうか、水亀っていうかね、介入度は水ぶっかけられたら一撃するわけなんですけど。なんで、あ、それはしてまずいんだ。あ、そっか、不動回路がついてるから引かないんだ。そっか、そっか。ああ、もうめんどくせえな、こいつ。頭っきりやがるな。さよなら。身に構う余裕はないんだよ、私は。わーっと、キースホンじゃない、スカイドラゴンか、あれ。なるほど。よし、ナイス、ナイス、ナイス。ナイス、AI。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。成仏回路か。まあ、これが、おっと、リクラしとこう。あ、よかった。これでね、もしね、あれ、抽選されたらやばいんで、ほんと。この、ノロジョの母の箱を抽選されたらやばかったんで。よかったよかった。ちょっとここは危ないですね。投資、まあ。どうしようかな。いや、まあ、注意深く行きゃいいか。注意深く行こう。注意深く行くと自分に言い聞かせよう。まあ、本当はというかね、慎重にもっとやるんだったら、その傍らに攻略本とか置いてね、この階層に何が出るとかを見ながらこうやるのが本当はいいんでしょうけど、まあ、もしくは記憶にね、それが持ってれば別に一番いいんだと思いますけど、さすがにそこまでのね、知識というか、ないので、あ、必中回路か、これちょっと欲しいな。必中回路ちょっと欲しいな。
そうっすね。必中回路は持っておきたいな。ただ、基本的にもういっぱいいっぱいなんで、ちょっとここに置いとくか、必中回路は。そう考えると保存する場所ちょっと買っといてもいいかもしれないな。あ、あれギタン部屋ですね。ギタン部屋別に行く必要ないんで。まあ行きませんけどね。まあ行かない。まあ行かないわ。ギタン部屋なんて。行ってやるもんか。ちょっと怖いんで、もう黄金マムルで行こう。出会い頭にボーンってやるのは怖いんで。やっぱ自分のこうさ、なんかこう癖、手癖としてやっぱこうね、B ダッシュを使いたがっちゃうんですよね。だから、さっきみたいなこう、ノロージョにドカーってこう、開幕でやられちゃうみたいな、ああいうまあ、大ポカをするわけなんですけど。まあそういうのもあるので、もうビビリプレイですよ。ビビリバイオハザードみたいな感じでね、まあこんな感じで、しっかりとこう、守りながら、守りのプレイをしに行くっていう。あ、怖い怖い。まあ、そういうプレイングでお届けしていこうかなと思う次第でございますね。ちょっと、右に見れば飛んできた。これはしばかれるわな。これはしょうがない。どこなんだよ、これ階段よ。階段はどこなのよ。全然ねえし、階段。あ、もうぜ。あ、これ1ダメージ食らうんだ、やっぱり。全然ねえし、階段が。どうなっているんだ、これは、マジで。ちょ、ないぞ、階段。ああ、なんだ、回復のせいか。階段が全然ねえ。もう、遠すぎるだろ、これ。またなんか嫌な感じだな、これな。あ、水路か。今日だったら、まあ。半水路って感じかな、これ。半水路。おー、いってちょっとなんだ、こいつは。この辺で使って、よいしょ。一回ちょっと腹をね、腹を満たしたかね。うわー、結構いるなぁ。マムルで、一気にいっちゃいましょう。こいつ復活性を落とす可能性があって、まあ、それなりに価値が高いんですけど、まあ、今回のプレイングでは別に、そこまで意識しなくていいかなって気がしますね。まあ、見かけたら、芝生ぐらいかな。それぐらいの温度感でいいかなって思います。偽っこい偽。まあ、今来ても微妙か。いや、そんなことないな。回路専門店が出てくれればありがたい。それ以外はゴミ。今のこの段階で言うとね。で、80階からは、エレキ箱専門店が来てくれると嬉しいかな。嬉しいっていうか、それを目的で来てるわけなんですけど、一番の目的で。で、さらにその中にドラゴンの箱があれば、御の字。ミッションコンプリート。そんな感じですよ。うん、あ、マジか。腹減ってきたか。そろそろちょっと、あれだな。右飯を作りに行かないとダメか。ガス管のよね。オッケーオッケー。右元順マジで普通に戦うとめちゃ強いんで、しっかり味方に縛れてもらいましょう。普通に戦うと本当に強いからね、こいつは。強いっていうか、怖い。怖い。恐怖、恐怖。握り、握らない以外は、基本的にこの系統のやつは本当に怖いから、基本的に。間違えた。あー、ワープフロアだ。めんどくせえ。これ一番系なんですよね、ワープフロア。もうアスタルでやっちゃうか。嫌なんですよね、あれ、ワープフロア。めんどくさいから。見えてるところはこれ行っちゃう。見えないところしか微妙かな。これ行くか。敵イメージとして。ちょっと微妙だな。うわ、多いな、敵が。アストラルでこれはもう上に向かっていこう。マジで？ないの？どこよ？
ちょっとどこ階段だよ、ほんとこれ。あ、でも一応まあ、あれ上かなってことは、上の可能性あるな。まあ、上がね、上側のどっかだろうな、そしたら。あ、将軍湾だ。将軍湾に行くと強いな。ってことは、あの、左かなか、もしくは下か。左足遠いな、あれ。左足遠いな。やだな、もう。しょうがない、トドジャンプするか。やまびこかい、まあ、やまびこは微妙か。そんないらねえか。あ、面白い。どこだろうな、階段は。あ、もう、邪魔だな。ん？やっぱ、この右にあったか。あ、違うか。あれ、右になかったっけ？違ったか。じゃ、上か。いやー、めんどくせえ、これ。あ、これはまあ、いいか。これでいっちゃおう。アストロで。右か、じゃあ。これ右だよな、多分な。あ、いていていて。あ、いて。あ、結構右だった。危ない。あれ、ないし。え、嘘。ちょっと待って、ないぞ、階段が。階段がないぞ。どこだ？どこよ、これ、階段。やべえ。階段どこ、これ。階段がないんだけど。何この地形。あー、どういうことだ、これは。やべえな、これ。階段ないぞ。階段がないっていうさ、積み方ね。階段が なかったです。かっこ笑い、つって。死んでいくっていうさ。おびっくりした。そういう感じになるんだ。あ、お払いの巻物持っておくか。あ、やべ、そっか、あ、危ない危ない。あれこれ。なんでこれおにぎり、焼きおにぎりなってしないんだろう。ちょっとやめて。ちょっとやばい。ちょっとうかつだったわ。焼きおにぎりになって死ぬのかと思ったら死ななかったな。見た。ちょっと危ねえ危ねえ。焼きおにぎりになって死ぬかと思ったけどな、してなかったわ。そう、あれね、おにぎり状態の時にね、炎食らって焼きおにぎりになって死んじゃうんですよ、一撃して。で今なんなかったっすね。なんでなんだろう。エリキ箱の時はなんないのかな。ちょ、どこなんだよ、これ階段マジでさ。ちょ、さすがにもう嫌だよ、これ。さすが嫌になってきたよ。なんなんだ、このクソバネフロアよ。誰得なんだよ、ほんと、これ。マジ誰得っすか。もうやだな、これほんと。痛いな、結構これ。あ、強いな。さすがは、最終、最強段階モンスターだけはあるわ。どこだよ、これ。もう、こいつ、殺していこう。めんどくせえけど。もう、だからなんだな、バネフロアはさ。ちょっと、どこにあんだよ、これ、マジで。この上とかにあんのかな？でも、なかった場合、やばいからね。なかった場合、マジで、アスタデビの方壊れちゃうから、それだけは避けたい。だから、ちょっとあんまり、なんだろう、爆死なことはできない。ここにあるだろうと思って向かっていってなかったら、マジでもう、悲惨すぎるから。もう、なんなんだ、このクソフラワー。階段ないんじゃない？これ。バンちゃん。階段ないバグない？これ。階段ないバグ。よし、OK。階段ないバグない。こっちないよな。じゃあ、上、あ、ここの下とか、この下ありそうじゃない？さすがにちょっと行っていい？めんどくさくなってきた、さすがに。あ、ないな。ちょっと待って、怖い怖い。ダメだ。怖い。ビビリ。ビビリになるわ。まあ、こういう時にやっぱ将軍あり、あ、将軍ありあったっけ？元と兵か。あ、あった、兵隊あるな。敵と出くわしたらやばいけど、兵隊でしょ、開拓するのはありだな。あった。これじゃない？これじゃない？敵が出てきたら死ぬけどね、速攻で。あった。もう、なんなんだよ、これ。もう、クソ。クソ中のクソだろ、これ、今の。なんなんだよ、今のは。あれはダメだろう。あれはわけわかんないよな。
いや、あれはダメだと思う、本当に。どこにあるかわかんないんだもん、あれ。あれはひどい、本当。だからバネハウスは嫌いなんだよ。まあ、バネハウスが好きな人いないと思うけどね。そうそういないと思うけど。なかなかの変わり者ですよ、本当に。いや、ほんとほんと。バネハウスが好きだっていう人がいたらさ。いるのかな、そんな人。いねえよな、だよな、マジで。バネハウスが好きだなんて言ってるやついる？いねえよな、って感じだ、ほんとに。東京リベンジャーズさ、漫画のやつ見たことないんで、ちょっとあんまり、あ、まあ、それはいいか。あんまり多くを語る口はないんですけど、アマプラにさ、映画版のやつがさ、あ、もういいか。あ、いや、モンハンか、あれ。ダメだ。怖っ。なんだ、モンハンみたいなのあるな。あれ、アイアン、アスタグ、そう、アマプラにさ、実写映画の方の東京リベンジャーズがさ、あったんで、まあ評価がすごい見たら低かったんですけど、割と。まあなんか、世間的にも流行ってるし、見てみるかっていう結構軽いノリでね、まあ見てみたわけなんですけど、ちょ、怖っ。怖い。怖いな、これ。え、耐えるの強っ。なんでいるの、こいつ。偽物かな？偽物か。あー、いって！水画面に水を入れる暇はないな。ちょっと待って。まあ、東京リベンジャーズ見てみたわけなんですけど、まあ、これちょっとね、ほんと漫画見てないから、だと思うんですけど、漫画見てない原作をほとんど知らない、やつが言ってるだけの話なんで、そこをちょっと念頭に聞いてもらいたい。あ、ゆずきたね。聞いてもらいたいわけなんですけど、まあ、映画版のね、東京リベンジャーズ、私は見た感想としては、まあ、かなり面白かった。あ、え、いる。しまって、いるわ、あいつが。どうしよう。こっちも遊びに行くか。いってぇなぁ。お？どこだ？そう。かなりね、面白かった。いや、やべえの来てる。怖っ。大怒り状態のやつが来てる。おめえか？あ、またいる。うぜえ、これ。もう、こいつやだ、ほんと。もうめんどくせえ。しょうがねえな。なんだ、ゴミ店じゃねえか、これもう。盗賊の売り場とか。盗賊の売り場使うか？あ、まあでもな、一応モンハウ来た時に使えるっちゃ使えるけど、まあこのダンジョンでそんな使うかどうかは結構微妙だけどね。まあ一応持ってやらんことはないかなって感じだね。マジだ。これ売っちゃうもん。携帯3枚も売っちゃう。おー、いって。今のがもしね、ハイパー化した状態のね、ハイパー化した状態の、一撃だったら死んでたかもしれない。致死量のダメージは多分食らっただろうな。少なくとも。まあそうそう、ちょっと話戻るんですけど、東京リベンジャーズを見てみたんだが、結構面白かったっていう。普通に面白かったかな、正直。正直なところ普通に面白かった。それでちょっと、ちょっと階段降りるときは一回ちょっと盗賊をつけながら行きますか。まあ別にいいけどね、別になくてもいいと思うけど。まあなんかどうも原作とさ、なんかあんまり、どうなんだろう。まず、アスカ剣山と関係ない話をあんまりするべきじゃないのかもしれないっていうところが一つと、あと原作を見てない人、原作というか、原作も映画も何も見てないくて、これから見ようかなっていう、心構えの人がもしいたら、あんまり話せない方がいいだろうなと思いつつ、
話そうかな、どうしようかなって迷ってるところなんですけど。なんだよ、おい。盗賊一回もアメリカンかな。まあなんで、東京リベンジャーズをね、ちょっとあの、見てみたわけなんだ。あれなんであいつ、外出てたんだろう。引き持ってなかったんだ。まあ見てみたわけなんですが、まあ普通に面白かった。うん。まあ、割とさ、なんかネタっぽい感じになってるじゃないですか。あれ。あの映画っていうか、あの漫画。それこそそのね、マイキーくんの、あの、なんとかのやついるっていうさ、やつ。あれね。あれネタっぽく扱われてるけど、普通になんか映画としてっていうか、あのシーンとして見ると、普通にかっこいいシーンだなと思いましたね。漫画はね、そう、漫画、ちょっと、東京リベンジャーズの話をあんまりしちゃうのもね、ちょ、なんかね、そう、今話したみたいな感じで、まあ、これからちょっと見たいって人にネタバレになっちゃうと、あれなんで、ちょっとあんまり、話すのちょっと読めようかなと思ったんですけど。あ。漫画で言うと、漫画の話をするとね、自分今買ってる漫画はね、そんな話すんなよって話かもしれないけどさ、自分が買ってる漫画はね、まああるんですけど、まあ一つがワンパンマン。ワンパンマンはずっと買ってます。わあ。お、店来た、店来た、よしよし。でも68回だからまだ欲しいものは出ないな。まあいいか。明日は行く方がいいかな。なんか罠がある。ラストラスト。で、あとはね、あ、あれ店じゃないの、あれ店だよな。あ、店だ、店。あ、まあ、ここの、で、ちょっとここで変身解いちゃって、足元に落とし穴があると死んじゃうんで、これはまあ、それしたくない。あー、まあ、いやー、やだな、怖いのがいるな、なんか。めちゃめちゃ怒ってるのがいるな。怖いな、あれ。あの、一つ目の怒ったやつ、怖いな。僕、こいつはね、アスラデビルは、あの、デフォルトで、魔法が効かないんで、大丈夫ですけど。もうな、いらないんだよな、基本的にこれ。もうあの、欲しいこの辺のレアな箱ってもう全部手に入れてあるんで、いらないんですよね、基本的に。まあ、あとそう、掛け狂いがね、掛け狂いっていう漫画があるわけですよ、ね。あるわけなんですけど。ああ、もう、やだな。この二つかな、今買ってるのは。うん、今買ってるやつは。ああ、まあ、あとオーバーロードか。そうですね。オーバーロードなんか、しばらく、その、なんだろう。まあ、これ皆さんも経験あると思うんですけど、しばらくそのさ、買わないでいてさ、買わないっていうかさ、書店に行く機会がまあコロナの影響もあってかなり減ったわけなんですけど、でそれで久しぶりに書店に行った時に、なんかオーバーロードを、そういえば買おうと思って買おうとした時に、自分が何巻まで買ったか、覚えてないっていう、この経験皆さんあると思うんですけど、誰しもがあると思うんですけど、まあそういった理由でね、オーバーロードの途中止まっちゃってるんですよね。何巻まで買ってたか覚えてないっていうね。しかも人に貸しちゃってるもんだから、わかんないっすよね。余計にわからない。何巻まで買ってたのか。てめえが何巻まで買ってたのか覚えてないっていうさ。確認する手段もなかなかないっていうね。まあ聞けば言っちゃいいんだけど。っていうところでオーバーロードはちょっと途中止まっちゃってるという感じなんですけど。あ、また店来た。すごいな。メガ悪魔、これがね、この相撲はちょっと80回以降で来てほしかったな。あー、また80回以降で来てほしい感じじゃん、これ。あー、ペリカンね。そう、ペリカンもかなりレアなんですけど、思ってるからね、ペリカンの。わー、いって。いらないんだよな。倍速回路も手に入ってないしな、今回。なんかあんまり実りがない集会になっちゃったんですね。集会なのかな、これは。深海と言っていいのかどうかはちょっと怪しいところではあるが、まあ、ワンパンマンはね、ちょっと話戻るけど、ワンパンマンやっぱな、その画力がすげえ高いなと思って、村田なんとかさんね、アイシールド21の、そう、まあ、次のフラガぐらいまで行くか、ちょっと時間的に。ああ、モンハンね、はいはいはい、モンハンまあ別に。あ、間違えた。
まあこれ、オーマムルを話しちゃった方がいいかもね。そうするか。ドドロはちょっと怖いけど、まあ多分大丈夫だろう。ああ、怖いのいる。ああ、うおー、プシュッ、やーべやべやべやべ、しまって。やばいな、しまって。アストロデビルかな。おいたおいた。おーしおしおしおし、怖い怖い。ああ、怖い怖い。ほんとこいつ怖いわ。また、また来た。うぜ。うぜ、ほんとこいつ。これを襲われたら死んじゃうからね。ほんとやばいよ、これ。いやー、なんか皆さんにもでもこのほんと、このダンジョンの、なんかね、このダンジョンだけの恥って話じゃないんだけどさ、アストロデビルというか、見えない敵がどれぐらいやばいかっていうのは多少は、やべ、このフロアだけの敵やっちゃった。間違えた。多少お伝えできたんじゃないかと思うんですけど。まあ、ほんとやばいんですよ、あの、アストロデビルとか、あの、なんとかデビル系のやつ。おぉ！いや、うかつ、うかつだけど、まあ大丈夫でした。どうしようかな。まあ、投資じゃないよ。身代わりを出しておきたいんだけど、とりあえずちょっと黄金マンブルを装備しよう。いや、別にやだな。元締めで、今一回死んだから、腹も満腹になってるから別に。でも、常時これはもう、黄金マンブルをつけた方がいいな。身代わりを出して、まあ、いっか。身代わり出しとくか。もう常時これは大駒まで装備しておこう。怖いから。そうですね。なんでワンパンマンも画力が高いし、なんか話もまあ面白いし。まあ、なんかちょっとでも正直最近のワンパンマンはちょっとね、マンネリしてきたかなっていう気はしなくもないんですけど。まあまあ、楽しんでいこうかなと。楽しませてもらおうかなと思って買ってますね。よし、そのとこで。まあ、次回ぐらいからは多分、いよいよ80回になってくるんじゃないかなと思いますので、はい。まあ、お楽しみいただけたらと思います。では、お疲れ様でした。